アーセナン一人誰でも連れてきていいってなったら誰連れてきますか？今なら開成堂じゃないですか。アンカーインサイドハーフできて、そうだね。ね、トーマスがね、不安定な時に、だ昨日ホワイト不安定で冨安に変えれたでしょ？あれがトーマス不安定で変えれる選手いないじゃん。まあ、ベリンガムもいいけどね、でも、アンカーやってどんな感じなんだろうね。カイセドのね、アンカーでのプレーの安定感、守備もいいし、多分インサイドハーフも21歳でアンカーであれできたら、インサイドハーフなんてもうね、ちょっと自由になったぐらいの感じで、うまくやるでしょうしね。ね、現地とかね、だからその書いてるやつが名前ちゃんと書いてるのがね、そこも大事だけどね。結構好き勝手書いてるやつが無記名だったりとかすると、マジで楽な仕事してるなって思いますよね。その場合、基本ジャカは控えないそうです。で、今のジャカだと、全然僕は、例えばカイセドが今来たとするじゃん、アーセナルに、クオリティで。普通にトーマス控えだと思いますよ。そのぐらい今、ジャカがいいから。だからそういうふうにね、で、また、アルテタの前、そこちゃんと競争させれてさ、うまいことさ、例えば、冨安ずっと控えだったけど、ジンチェンコ怪我した時に冨安良くて、そのままになってとか、その時の状況でさ、ずっと安定してるからここは変えないでとか、そこの競争させ方うまいじゃないですか。その辺も安心して見られますよね。歴史は結果